ジャッジレフリーをご紹介します。ジャッジは3人、マーティー・デンキンさん、ドルビー・シャーリーさん、そしてゲイル・バンホイさん。テンポイントマストシステム、どちらかに必ず優劣をつける祭典です。レフリーはローレンス・コールさん、37歳、昨日が誕生日でした。24戦目の世界戦のレフリー、日本では3試合目のレフリーです。両選手がリングの中央に呼ばれます。トミーズ・マスさん、西岡の表情はいかがですか？いや、変わりませんね。いつもの試合と変わらないですか？全く変わりません、はい、いいですね。いい表情してますか？いいですね、はい。さあ、両者がコーナーに分かれました。ムグルマさん、こういったビッグマッチ、はい、ファーストブローをどちらが出すか非常に重要ですよね。またこの、 今回の試合1ラウンドがものすごく重要だと思いますね、西岡はやっぱりスピード、足、パンチ両方のスピードを、ね、目いっぱい出してほしいですね、1ラウンドが、はい。全身これ鋭利な刃物、無駄のない筋肉です。西岡チャレンジャーであります。初めての世界挑戦。一方、腹筋が6つに割れています。二の腕の筋肉が盛り上がっています。チャンピオン、今日が4度目の防衛戦、ウィラポン。タイ陣営のセコンドがなかなか降りません。ローレンス・コールさんが早くするように促しました。さあ、ゴングを待ちます。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ第1ラウンドのゴングが鳴りました。白のトランクスに赤のライン、こちらがチャンピオンでありますウィラポン・ナコンルアンプロモーション。4度目の防衛戦、通算7度目の世界戦となります。ここまで世界戦は5勝1敗です。オーソドックススタイル、右構えです。一方、漆黒のトランクス、こちらが WBC 世界バンタム級の8位、初の世界挑戦です。サウスポー西岡俊明、チャレンジャーです。左を出します。リードブロー、今いきなり右もらいましたですね。右もらいました、はい、あのパンチ怖いですからね。まずチャンピオンがそうしますと、ファーストゴロ打ってったことになりますね。当たりましたですね、今辰吉を2度下しているウィラポンなんですが、辰吉はもう一度戦うならの問いに、ウィラポンは 1,2 ラウンド本当に様子を見てくるんだと、だから 1,2 ラウンドでプレッシャーをかけきってしまう、あるいは短期決戦に出ると答えました。そうですね、 1,2 ラウンドあまり出てきないですからね、はい、どちらかと相手の動きよく見るタイプですから、西岡にその質問を ぶつけますと、まあ試合がなって、始まってからと、ゴングが鳴ってからのお楽しみと、そう話していました。バトンのガイド、モーションを使います。ランチが出ました。西岡です。西岡君、動きはね、いいですね。シャープな動きですね。軽くステップを踏みます。細かい動きです。身が出ました。ムグルマさん、やはりこの西岡右ですね、このリードブローをどれだけ使えるか、ポイントになりますね、はい、あの正面立たない方がいいでしょうね、右です。そして離れます。これもムグルマさんがおっしゃっていました、打って離れる。そうですね、あ、右が出てきます。チャンピオンです。フェイントを入れます。チャンピオンが前に出てきます。自分のリズムで。チャレンジャーの西岡は94年12月プロデビュー、2戦目で4ラウンド KO 負け、8戦目の全、あ、左、チャンピオンの左です。8戦目の全日本新人王で判定負け。しかしここからの西岡はすごかった。世界ランカー、アジアの強豪を撃破し、98年日本バンタム級王座獲得、2度の防衛戦で中里茂、岡本泰治を下して、今日初めての世界戦を迎えています。なかなか自分の前に入れません、チャンピオンです。西岡君は攻撃も素晴らしいんですけど、顔を見ても分かる通りね、ほとんど打たれてないんですよ。そうですね、この防御の方もね、あの世界に通じるかどうかと、一つそれも見どころの一つになってきますよね。ヒントからワンツー、クリーンヒットはありません。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ第1ラウンド終わっています。
30キロ、姫路市のお隣です。兵庫県高砂市総合体育館、兵庫県で世界戦が行われますのは94年ロハス対浅川以来6年ぶりのことです。静かな立ち上がりでした。チャレンジャー西岡、自分のボクシングができるでしょうか。一方ボクサーというよりも格闘家、ウィラフォンチャンピオンです。第2ラウンドが始まっています。ムグヌマさん、両者の動き第1ラウンドはいかがでしたか。そうですね、私もう少し西岡君があの動いて揺さぶりかけてくるかなと思ったんですけど、そんなに出なかったですね。まだまだ、はい、ウィラポンはいかがでしょう。ウィラポンはやっぱりあの硬いですね。硬いですか。あの性格的にもうちょっと真面目なんですよね。だからあの自分の計画した通りにあのコントロールしてると思いますね。静かな立ち上がり。第2ラウンドは西岡がちょっと出ようかという構えですね。そうですね、もうちょっとリズムをね、あの崩すような、ね、動きをやった方がいいかもからですね。ワンツーから入っていこうというところ、西岡チャレンジャー。スピードね、スピード。スピード、はい。これ左当たりそうですね。当たりそうやな。あ、そうですか。西岡はここまで12の KO 勝ちがあるんですが、ほとんど左のパンチで仕留めてまいりました。右が出ます、西岡。山本さん、はい、西岡陣営なんですが、相手ウェラポンに距離を教えるなと、ごまかせという指示ですね。とにかくリズムが大切、自分のリズムで戦えということです。自分の距離、距離が一つポイント、そういったレポートでありました。チャレンジャー西岡サイドは小山アナウンサーです。山本さん、はい、一方チャンピオン陣営はね、動きは立ち上がり非常に、ただまだ様子を見ている段階なので、もう少し左を出してリズムを取っていこうという指示を出していますね。左を出して、はい。チャンピオンウィラポンサイドは村山アナウンサーです。左が出ます、ワンツーです。チャンピオンウィラポンは西岡の試合をここまで2試合 VTR で見ているそうです。西岡の左は要注意です。それから23歳という若さ、若さというのは勢いにつながります。その勢いに要注意です、ウィラポンは話しています。リズムを取ります、チャレンジャー西岡。止まらない、止まらないですね、動く動くですね。もっとここにいてはいけないわけですね、はい。チャレンジャー西岡はウィラポンが右を打ち抜いたときは負けを覚悟しなくてはいけないでしょう。しかし僕にも左があります。その左を狙っているのかもしれません。アットミンが出てきます。神経戦、特に前半は神経戦になるだろうという話です。モーションをかけて左を打ち抜こうというんでありましょうか、西岡。ムグヌマさん、いわゆるこの神経戦、プレッシャーのかけ方を西岡言ってますね。そうです、もう今はもう2人プレッシャーかけてほしいですよね。もうね、サウスポーと大外ですからね、どちらも自分のリード、いいパンチの方がね、当たりますから、少年、はい。ミラコンの左です、チャンピオンの左。2週間前、畠山は前に出ることでセラノにプレッシャーをかけました。まともにもらってませんね、そのあたりはディフェンスがいい西岡です。しかしチャンピオンのウィラポンはこの 1,2 ラウンドは間合いを図ると言っています。西岡が出ようと、あっ右です、チャンピオンの右、ちょっと後ろに下がりました西岡。いいですね、第2ラウンドを割っています。2ラウンドの計6分で私には相手の実力が分かります。だから第3ラウンドで一度山を作ります。チャンピオンのウィラポンはそう話しています。その第3ラウンドです。どうなるか見たいですね、このラウンド。ねえ、セラセラセラ、またチャンピオンウィラポン陣営のセコンドが下がりません。第3ラウンドが始まりました。第3ラウンドで山を作るというウィラポンなんですが、ムエタイで200戦3階級制覇170勝、そして国際式では世界戦7度目です。当然ムグヌマさん、はかり終わってると考えていいでしょうね。だから止まらない、あの西岡はもう正面立たないように、やっぱり右が何発かもらいましたですからね。そうですね、1ラウンド、3ラウンド目に右を一度打ち抜くとチャンピオンのウィラポンは話しています。緊張の3分です。右です、また右が出ました。これを食らいますと、もらいますとピンチです。西岡、セコンドにまた注意です。前に詰めようという西岡、前を詰めようという西岡です。再三このサウスポー西岡との再戦、対戦、報道陣が質問しました。しかし
ウィラポンチャンピオンはその前のノンタリタウル戦2戦ともサウスポー KO でしたよ、涼しい顔で話しています。ですからムグルマさん、はい、西岡このウィラポンのジャブから出たいんですね。そうですね、時計と反対回りということになりますね。そうですね、やっぱりサウスポーですからね、そちらの、だからウィラポンの右もねもらえなくなりますからね、そちらの方が。ですからリングの向こう方ですね、ちょっと変わりました、カメラが変わってしまいましたが、出たい西岡です。いきなり打ってきますからね、右は、はい、ノーモーションです。右から左の服をかぶせます、左の服をかぶせます、チャンピオン左が伸びます、左です。このチャンピオンのウィラポンと対戦した選手は右左両方の目が均等に腫れ上がります。宮山さん、今の西岡の動きでいいわけですね、スーッと出る、はい、はい、左から右、なかなかショートレンジ中間距離以上には入りません。右が出て左です、西岡の左は届きませんでした。右を打ち抜くというこの第3ラウンドチャンピオンウィラポンです。右からあっと右です、さっと右が伸びてきます。しかし打ち抜くような右ではありません。お互い両者距離を取り合っています。第3ラウンド残り10秒です。体を振ります、右です、チャンピオンが右です、反発出してきます。チャンピオンこのパンチは当たりませんでした。第3ラウンド終わっています。世界バンタム級タイトルマッチ、これから試合は4ラウンドに入ります。第3ラウンドに一度山を作ると話したウィラポン、マサさん、はい、これは出なかったと考えていいんですかね。自分が思ってた展開じゃなかったと思うんですけども、やっぱり世界チャンピオンですね、左がやっぱ当てさせてくれないですね。そうですね、僕はもっとねもうちょっと簡単に当たると思ったんですけどね、先ほど至福の時を過ごします辰吉前チャンピオンです、2度このウィラポンに審査を舐めています。第4ラウンドが始まっています。ムグルマさん、このチャンピオンの距離というのは、はい、辰吉戦に比べてどうでしょう、ちょっと外に出てますか。そうですね、出てますね、その、西岡も動けてるんですけど自分のパンチが当たれてないですからね、はい、右です、この右が単発よく出ますね。西岡が渾身の左を打つときはいつなんでしょうか。辰吉戦とは違いましてアウトボクシング、そして右が当たります、この右です。山本さん、はい、リング下で見ています辰吉丈一郎選手に話を聞いたんですが、やっぱり序盤は、ね、相手を見てかわしてね、これからどんどん出るんではないかと話してますね。西岡が勝つためには信念を持って距離を保つこと、ウィラポンにプレッシャーにはまったらよっしゃウィラポンのペース、ワンツーです。チャレンジャー西岡のワンツー、コンビ詰めた、この辺りはチャンピオンうまい。西岡がボクシングを始めたのは小学校5年生、小学校の卒業アルバムには大橋茂幸さんなどに立ちはだかりました韓国のチャン・ジャンクを倒すと書いてあります。その夢を叶える時が来ました、チャレンジャー西岡。そうそう、動いて動いてですね、ですね、はい、先ほど西岡がワンツーを見せました、その後スッと引きましたね、あの引き足ですね、ムグルマさん、うまいですね。でもあの2回いいパンチ西岡入れましたですからね、チャンピオン右からです、右です、この右ですよ、注意です、チャンピオン狙っている、右です、ワンツー、この辺りロープ抜け出します、チャンピオンウィラポン、今日が4度目の防衛戦、距離を常に保っています西岡、西岡が動きます、同じところにいません西岡、どちらかというとあまりジャブを使わずに同じところにいて左を打ち抜く、そんなボクシングスタイルだったんですが、初めての世界戦、当然スタイルを変えてきました西岡です。フェイントを入れます、ワンツー、あと右左、チャンピオンの右と左、
今もパンチが当たっています。チャンピオン右です。右から入ってきます。ちょっと正面に止まります。ちょっと動いてほしいですね。正面すぎますね。まだガードしています。ちゃんとはもらってないね、まだ冷静そうですね。顔を見ていますと、チャレンジャーチャンピオン両者が出ました。第4ラウンド、第4ラウンドが西岡がワンツーを見せました。この伸びるパンチ、マサさん、しかしこの寸でのところで間合いをチャンピオンやはり外してますね。後ろにフィッと避けてるね、あれが逆に前出ると倒れてますね、はい、さあこのラウンド第5ラウンドも攻めていきたいところです。チャレンジャー第5ラウンドが始まりました。再三今日はこのセコンド陣に対して注意が与えられています。すでにゴングは鳴っています。下が濡れてる、もうちょっとよく拭きなさいというそういった指示であります。すでにゴングは鳴っています。ここで試合が始まります。第5ラウンドです。右を出します。西岡陣営の臨時トレーナー陽光足立チームの足立会長は、チャンピオンの強打をいかに殺すか、そのための相手との間合い、小山アナウンサーからもレポートがありました。距離の取り合いがポイントと言っています。山本さん、はい、西岡陣営ですが、ちょっとリズムが止まりかかっていると、手を休ませるな、頭を振ってトリッキーに攻めるも守るも牽制を忘れるなということですね。牽制ですね、はい、ボディ、このパンチはいいですね。いいですね、左のボディでした。山本さん、はい、チャンピオン陣営モンサワントレーナーですかね、ここまでチャンピオンの動き自体はいいんだけれども、まだ少し手数が足りないと、もっと強くパンチを出していっていいという指示を出していますね。ロサンゼルス、そしてソウルと2人のメダリストを育成していますモンサワントレーナー、もうちょっと手数があっていいんではないか。チャンピオンもやっぱりね、捉えきれてないと思いますね、この後ろが動いてますから、初寄せ戦の時は左をもっとジャブを使っていました。やっぱサウスポーだけにもう右から入ってますからね、打ちづらいんでしょうね、ガードグッと固めてね、インサイド入ってきてますから、はい、ほどのラウンド第4ラウンドはワンツーが打てました。西岡ワンツースリーぐらいまで来たところ、右です。このパンチは相打ち、チャンピオンはほとんど表情を変えません。右が当たります。今日のウィラフもよく右が当たります。ああいうところはうまいな、歴戦の優です。チャンピオンウィラフォン、スッとステップバックです。これでムグルマさん、いいわけですね、チャレンジャーは。はい、そしてそろそろ中盤、攻めたいところ、左です。西岡の左、右は壊します。右です。あと1分、前に出ようというチャンピオン、ロープに詰まらないことですね、とにかく同じところにいてはいけません。そうです、ああいう触り方も危ないですね。でもブロッキング、今のはね、パーリングで外してましたですから、足を使います。今までの西岡のスタイルとはちょっと違うボクシングです。足を使います。ぐる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 回っています。ワンツー、足を止めて、ワンツー、ホット、左の拳を差し上げました西岡。そう、慌てさせた方がいいでしょ、ここで第5ラウンド、西岡がガッツポーズを作りました。世界バンタム級タイトルマッチ5ラウンド終わっています。マサさん、はい、チャンピオンが戦前恐れていた西岡の若さ、勢い感じてるでしょうかね、チャンピオンは。それは感じてるでしょう、全くウィラポンのペースになってるわけじゃないですからね、はい、まあ、ウィラポンはね、真面目ですから、セオリー通りですから、はい、やっぱり勝った目にはね、もうめちゃくちゃ真面目になるか不真面目になるか、どっちかですよ。几帳面に行くか、そしてだから、僕は不真面目に、セオリー通りじゃないところから攻めていってほしいですね。はい、ワンツーです。左右のパンチという、ずっとこの西岡デビュー来見ています。小水松さんの話です。やっぱり右をもらわないためには、やっぱり右へ回らないとダメですからね、はい、右、これはガードしています。正面立たない、正面立たないですね、はい、常に今日は西岡は動いています。
チャンピオンのウィラポンは3ラウンドで一山、そして6ラウンド、7ラウンドでもう一山作ると話しています。 KO を狙いに行くと言います。初吉との初めての対戦ではこの6ラウンド KO、 2度目の対戦では7ラウンド TKO 勝ちを収めています。右です。もうワンツーぐらいでは当たらないですね、もう一つワンツーぐらいは、避けるな、はい、狙っています。いや、もらってるロープからの右足も速かった西岡。アッパーです。この距離は危険、右が伸びます。チャンピオンです。コーナーに詰まるか、ガードしています。もらってない。左が出ました。このジャブももうジャブというよりもストレートです。チャンピオンウィラポン、あのムグルマさん、右が伸びてきた分カウンターを合わせたいと西岡言っていたんですが ね、なかなかでもチャンピオンもスッと後ろに引きますね。前出てきたね、プレッシャーきついですからね。そうですね、6ラウンドそして7ラウンドで山を作るというチャンピオンウィラポン。ウィラポンもでもジャブが当たってないんでね、連打できてないんで、もう 右の単発だけですからね。あれさっき合わせなり何がしたんですけどね。右のアッパーはホールディングの注意です。チャンピオン打った後もさっとガードします。チャンピオンのウィラポンです。さあ西岡攻め時です。攻めなくてはいけません。上から下へ、顔面からボディへ。チャンピオン足を使います。左をかわしています。さーっと西岡は足を使っています。この試合です。これもかわしています。パンチを殺しています。西岡の一つの今日のテーマです。ここで前半第6ラウンド終わっています。加速市総合体育館、およそ300人のチャレンジャー西岡に対する応援団です。兵庫県高砂市で初めて行われる世界戦、前半の6ラウンド終わって、これから試合は第7ラウンドに入ります。第7ラウンドが始まりました。ムグルマさん、はい、難しいと思うんですが、ここまでチャンピオンとチャレンジャーどちらが主導権握ってるんでしょう。いやいや、やっぱりウィラポンでしょうね。チャンピオンですか。アグレッシブに、で、まあ、ペースは足は使えてるんですけど、西岡選手なかなか攻撃までそれがつながってないんで、これトレーナーの指示もだいたい右へ回れ右へ回れなんですよ。右のアッパーを使っています西岡です。やっぱり右ストレートまともにもらってますからね、はい、右を出します。常にチャンピオンのパンチが伸びてこない距離にいますチャレンジャーの西岡。チャレンジャー西岡は6ラウンドまではポイントアウト、7、8、9の中盤で一つ山を作りたいと言っています。2人ともパリングとかスウェーで避けるのがうまいもん同士がやってますから、パンチがこれねほぼ当たらないんですよ。これどっちもまともなキックパンチが、はい、まずさん、両者ともチャレンジャーチャンピオンともにベストコンディションと申し上げてよろしいでしょうね。ベストでしょう、はい、ですから一発当たりますとチャンピオンウィラポンは勝ち押しを2度沈めています。西岡もここまで左のパンチでのし上がってきました。パンチが見えています西岡です、ガードしています。そして攻めたいところ、そうです、攻めたいんでしょう、はい、逃げるだけだし攻めるとね、確かにパンチは当たってない。ウィロポンのパンチも上から下です。強いな、ガードは危険です。ムグルマさん、はい、テンポイントマストシステム、どちらかに必ず優劣をつけないといけないですね。だからやっぱりポイント的にはですね、足を使うよりもアグレッシブに攻撃構成する方がポイントがつきやすいでしょうね、はい。
2週間前の畠山は前に出て相手にプレッシャーをかけました。西岡は足を使っています。サイドの動きです。右です。畳み込みたいんですがそこの2-3これを打たせません。チャンピオンのウィラポン右です。ウィラポンは10歳でムエタイデビュー、そしてムエタイでは3階級制覇、プロボクシングでも3本のベルトを持っています。その中でもこの WBC のベルト一番苦労して取ったベルト一番愛着があると言っています。右です。左です。この左をもらってはいけません。西岡右を伸ばします。チャンピオンワンツー、前を詰めることができません。チャレンジャー西岡第7ラウンドを終わっています。リング上の一戦に熱視線を送ります前チャンピオン辰吉丈一郎。その辰吉を2度にわたって破っています。このウィラポンになります。さあ最も苦しいと言われるこれから第8ラウンドに入ります。第8ラウンドが始まりました。ムグルムさん、ずっとこの中盤は同じような展開、はい、チャンピオンの右が当たります。そして西岡が時折ワンツーもう一つ詰めたいところなんですが、そうですね、西岡チャレンジャーとしますとどういう活路があるんでしょう。今これからどうしても距離的にまだ入れてないんで、ボディも打ちにくいこの距離から打てませんしですね。でもちょっと右に回って右フック強いパンチなんかをねつなげていきたいですけどね。右に回ってという話ですね。左が伸びます。山本さん、はい、チャンピオン陣営のソンポッププロモーターはね、ここまでのチャンピオンの試合のペース親指をグッと突き立てましてね、非常に満足しているようですね。ただパンチがなかなか当たらない、もう少し胸のあたりを狙っていけという声がチャンピオン陣営からは出ています。このペースを続けていればもうすぐ西岡はスピードが落ちてくるだろうということです。あっと右です。チャンピオンの右が当たりました。まあ、このペースを若干こうスタミナ戦に出ようかというところなんでしょうか。それともチャンピオンが出ようというのか。左が出ます。チャンピオンこれはヘッドスリップ左です。いいですね、あのボディも。そうですね、左は空振り右です。マサさん、あまりこのチャンピオンは空振りするタイプではないんですが、ちょっと今日は空振りがありますね。西岡君が顔を振ってパリングで避けてるからなんですけども、それでも当たり出しましたね。徐々にですか。徐々に、左大きなパンチです。これテレビで見るよりもウィラポンの顔がね、遠くに見えるんですよ、この選手は。はっは、振りが詰まったぞ。体を前傾しませんからね、そして軸がぶれませんね、だから当たらないだろうというところに顔があるから、打っていくのが嫌になるんですよ。西岡がキャリア、おっと早いパンチの応酬です。もうあの距離しかないでしょ。試合は終盤に入ってこようというところ、チャンピオンの張り様パンチを打ってきました。左です、右です。チャンピオンが距離を詰めます。あ、左です。西岡のパンチも当たりますが、チャンピオンも当てます。ボディです。ちょっとボディ多くなりましたね。そうですね、ちょっと距離が縮まったということですか。縮まってきたんですかね。ここでゴングです。チャンピオンがボディを使い出しました。第8ラウンド終わっています。9ラウンドに入ります。チャンピオンの右、西岡の体がガーッ後ろに下がりました。チャンピオンウィラポンはここまで19の KO、 TKO 勝ちを収めていますが、最も遅いのがこの9ラウンドですから要注意です。
槍を伸ばします。チャンピオンもスーッとパンチの当たり、ワンツー、よっしゃ、ショコワンツー、左左レンダー、塩岡右のレンダー、左チャンピオン動揺しているか。デスマスク、死の顔、あるいは地獄への案内人、表情をリング上では全く変えないことからチャンピオンウィラポンはそう呼ばれています。ボディワンツー左です。西岡がここまでの8ラウンドはあまり積極的に出ませんでした。いやもうこのラウンドくらいから自分のリズムを取り出してほしいですね。ポイントではムグルマさんどうですか、ややチャンピオンリードでしょうか。難しいと思うんですが、そうですね、非常に。ポリが詰まります。先ほど西岡がちょっとラッシュを見せたときに動揺した表情が伺えました。このチャンピオンです。さあ西岡前に出たい、有効打を打ちたいチャレンジャー西岡です。第1ラウンドからずっとこんな風に足を使っています。うまいことね、コーナーにと詰めるんですよね。右です。西岡も左を返す、左のパンチをかいくぐります。チャンピオンのウィラポン左です。前に出ます。そして西岡がサイドに動きます。そんな展開が第1ラウンドからこの第9ラウンドまでずっと続いています。右から左です。左、西岡も左を出しました。入ってくる、両者のパンチが空を切りました。常に動きます西岡、足を使います。ボディへのパンチ、ウィラポン右です。西岡は体を振ります。ここで第9ラウンドが終わりました。チャンピオンのワンツーです。西岡が初めて動きました。この右です、ラッシュを見せたと申し上げてよろしいでしょう。マスさん、うんという声があります。ただにもっと2発3発当てさせてくれませんからね。1発は当たってもね、グラッと来るだけで倒れないからね。ちょっとまた流れ変えたいでしょうね。そうですね。試合は10、11、12、残り3ラウンドです。まあ、ムグルマさん、チャンピオン、チャレンジャーともに一発がありますんで、そうですね、ずっとこの距離の取り合いですね。そうですね。右を出します。チャンピオンのパンチです。ワンツースリーまで出ました。山本さん、はい、チャンピオン陣営はね、ここまでポイントは間違いなくリードしているだろう、だから西岡の左だけ気をつけるという指示が出ています。それは戦前から変わりありません。西岡の左、そして若さに要注意と話していたチャンピオン、体を振ります。山本さん、はい、西岡サイドですが、間合いが見えてきたぞとセコンドから声かけられた西岡はね、と3回うなずきましたね。まだセコンドの声に反応を示しています。あっと距離を詰めて、さあどうだ、肘で打つなよ、そんな表情です。そうですね、ジェスチャーで見せました。西岡君もパンチによるダメージはほとんどないですよ。右の連打チャンピオンウィラポン、ほとんど西岡の顔を見ましても好調してるところはないですね。普通でしょうか、足を使います。アウトボクシング、西岡変身しました。左です。しかしチャンピオンのワンツー左です。離れ際
西岡もパンチを返す。ワンツー、体を振る。入ってきますチャンピオン、ワンツーです。これは危険な距離でした。もっと出たい西岡、そしてパンチも出したい。体を振ります。ボディへ。今度は上です。ウィラポンの左なんですけどね、もう別に当てる気ないみたいですよね。もうあれ引っ掛けて相手のバランスを倒すような左よくしか考えてないですよね。まあ試合が10ラウンドですから、消耗戦ということも考えてるでしょう ね。あと右です。ガードを固める。西岡足を止めたか。左離れ際、チャンピオンアッパーです。ボディアッパー、そして顔面右連打。西岡パンチを出す。第10ラウンド残り30秒切っています。足を止めた西岡、左、これはガード、アームガードしています。チャンピオンウィラポン、でも先々欲しいですよ。先々、そうですね。そして足を使います西岡、体を振ります。第10ラウンドは終わりました。両者攻防がありました。バンタム級タイトルマッチ、残りは11、12、2ラウンドです。父清さんの勧めでボクシングを始めた西岡、決戦の朝父親は息子に男になれと檄を飛ばしました。残りは2ラウンドです。世界初挑戦西岡俊明、第11ラウンドが始まりました。再びタイのセコンドに注意が与えられます。水を多く使っています。ここで第1ラウンドが始まりました。ムグノマさん、はい、この西岡距離をずっと保って戦っています。ですからワンパンチでその距離が詰まったところで狙っているんでしょうかね。足を使って相手に入らせて、そこを自分が先々打つ予定なんですけどね、やっぱり当てさせてくれないですね。この8、9、10ぐらいちょっと足を止めて打ち合おうかという、そういったこの動きも見せましたがね。ワンツーです。なかなか自分のリズムを取らせてもらってないというか、自分が打つ前に先にインゴに打たれているような感じがしますね。ですから先手を取りたいんです ね。 そうですね。今も後手でした。本来は左一発で相手を仕留める、そのパンチを持っています西岡。この11ラウンドは西岡未知のラウンドです。ここまで10ラウンドは2回あります。11ラウンド戦ったことはありません。未知のラウンドに入っています西岡。スタミナは大丈夫か。左です。あ、左当たってますよね。アマーズ前に出ますチャンピオンウィラポン。ムグノマさん、チャンピオンに焦りみたいなところってのは見えますか、これだけ足を使われて。いや、焦りはないですよ。右です。右左です。ロープに追い込んで止めて、連打しようと思ってますからね。アウトボクシングに徹してます西岡。足を使います西岡。ある時はロープ際、ボディから左、当たりません。チャンピオンのパンチも空を切っています。常に動いています西岡、方向を変えます。強打を封じていますチャレンジャー西岡。あっと、チャンピオンの左、引いてないよ、そんな表情西岡。第11ラウンドほとんど時間がありません。左です。残り10秒です。右、左、チャレンジャー西岡。ここでゴングです。第11ラウンド終わりました。
いよいよ最終第12ラウンドを迎えます。ちょっと右の頬骨のあたりですか、左なんでしょうか、赤くなっています西岡です。はい、さあ最終第12ラウンドです。日本ボクシング界最大のホップ西岡の最初の世界挑戦、その最後のゴングが鳴りました。綺麗にグローブを合わせています。もう悔いないぐらい3分間もう攻めてほしいですね。そうですね、ムルマさん、ですから若干ポイントはきついかもしれませんね、そうですね、西岡が勝ち終えるためにはここで一気に攻めるしかないと申し上げてよろしいでありましょう。チャンピオンも攻めようというところ、ボディです。ワンツー、西岡が前に出ます。ガードを固めている山本さん、はい、チャンピオン陣営モンサワントレーナーからは、あと1ラウンド絶対勝てるという指示だけですね。絶対勝てる、勝ちを確信しました。チャンピオンサイドです。山本さん、はい、チャレンジャーサイドデビュー以来二人三脚の屋根トレーナーはね、西岡お前の方が強いんだ、死ぬ気でやれ、そしたら西岡も分かりましたということです。はい、チャンピオンの右です。さあ西岡前に出たい。数々のドラマが繰り広げられてきました世界戦、一発逆転、そんなドラマがあるんでありましょうか。明らかに西岡サイドの動きを少なくしています。もう打ち上げですからね。そうですね、前に出たい西岡、左の連打です。チャンピオン残り1分を切りました。左の連打、左の連打、さあ西岡行け、右が伸びます。チャンピオン狙っています。右のフック、チャレンジャー西岡、ワンツー、右です。さあ西岡出たい、残り30秒、手が生じてしまいもう手前に出たいところ、西岡です。左です、左を狙っている、一撃必殺の左を西岡が狙っています。左です、西岡左、左右、西岡狙っている、前に出る、左右、チャンピオンのボディ、 WBC 世界バンタム級タイトルマッチ、チャンピオンウィラポンナコンルアンプロモーション、チャレンジャー西岡俊明、12ラウンドを戦い抜きました。勝負は判定です。辰吉はこの一戦どんな風にご覧になったんでしょうか、見たんでしょうか。現在ジャッジペーパーの集計が行われています。ムグルマさんはどうご覧になりましたか、はい、動きでね外してたんですよ、でもね、はい、止めきれなかったですよね、パンチで相手を、動きは良かったんでしょうね、カース、まともにパンチ全然もらってないんですよね、はい、でも自分自身もこれまた打ててなかったという部分が、そうですね、ポイント的に、マサさんはどんな風にこの一戦ご覧になりましたか。今も息が乱れてないし、練習量はそれはすごかったでしょう、すごい食いないぐらい練習したと思いますわ。だそれは、どういうのかな、ウィラポンの攻撃から逃げるための、採点が入りますね。レフェリーマーチン、ジャッジマーチン・デンキン、115対113、ジャッジウルビーシャーリー、116対112、ジャッジゲイル・バオホイ、116対112、WBC 世界バンタム級チャンピオン。
ことになりますね。やはりまさに途中になりましたが、チャンピオンのプレッシャーが中に割って入ることはできなかったんですね、から逃げるためにはものすごい体力を要りますから、はい、それはクリアになったと。ただ勝ち抜くじゃなかったね。ウィラポン防衛成功、4度目の防衛戦ということになりました。辰吉そして新鋭の西岡日本を撃破しました。何かマサさん、はい、ボクサーというよりもなんか格闘家って感じがしましたね。やっぱり一番怖かったキャリアですね。キャリアの、はいはい、あと、西岡君が劣勢になったことがない過去に、それでだけでしょ。それ以外ほとんど差ないですよ。はいはい、まあ、これでチャンピオンのウィラポンは世界戦6勝1敗ということになりました。ムグルマさん、今後の西岡ですね、はい、どういったところにポイントを置いてトレーニングをしたらいいんでしょう。リズム的には全然悪くないし、これ今回もすごいトレーニングしてきてるんですけどね。でもやっぱりこの切り替えというか、ディフェンスは抜群なんでね、あとその攻撃パワーというのをね、もう少し磨いてほしいのかなと。攻撃パワー、積極性ですね。そうですね、山本さん、はい、西岡陣営ですが、相手の方が的確なパンチが多かっただけだ、最高のボクシングをしてくれた、そういうことです。はい、まあ、マサさんはずっとこの新人の頃から見てきましたね、そして、まあ、世界挑戦初めてでした、それが一応結論を見たわけです。まあ、渡辺二郎さんも最初の世界挑戦ちょうどこんな感じで負けました。で次に勝ってから10何回も防衛したんでね、はい、次やってほしいですね、はい、いい経験になって彼はやってくれるでしょう。さあ一言もらえるでしょうか。リング上では勝利者インタビューが行われようとしておりますが、どうでしょうか。勝ち時が、ああ辰吉が祝福していますね。2度負けている辰吉がチャンピオンウィラポンを祝福しています。解説はムグルマ拓也さん、ゲストはトミーズマサさんでした。お二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。日本の世界タイトル防衛記録13回を超えたい、ボクシングイコール西岡と万人が答えるようになりたい、最強チャンピオンの前に西岡の夢は破れました、父清さんと共に歩んできた世界挑戦、ボクシングをする傍らには常に父がいました、初めての世界戦の後父は息子にどんな言葉をかけるんでしょうか。その言葉でおそらく西岡は一回りも二回りも大きくなって帰ってくるに違いありません。